竜ともみは日本のプロレス評論家。本名は宮本浩二茨城県水戸市出身。少年時代からのプロレスファン。特に国際プロレスのマニアであり、高校までは茨城県立スポーツセンター体育館で行われた工業によく観戦に行っていたが、一方で中学生時代には流血戦は好きではなかったという。高校1年の時には、 放送時間が土曜14時14時30分に時間変更されたとはプロレス中継を見るべく土曜の部活を休んだほどであった。中学校の時から英会話を勉強し一橋大学在学中に国際プロレスに外人選手のインタビューの通訳として使ってくださいと頼んだところ同時期に通訳が国際プロレスを退社したため1977年に 国際プロレスに外人選手の送迎補助としてアルバイトで入社した。1979年にバーンガニアが来日した際はガニアが帰国する際他のフロントが営業に出かけるなど人手が回らなかったため京成上野駅から成田空港駅までスカイライナーにガニアと一緒に乗車してガニアを成田空港まで送っていった。このことは 国際プロレスだからこそできたことであり、全日本プロレスや新日本プロレスでは普段できないことだった。大学卒業後、日本優先に入社、国外各地に渡る機会が多く、アメリカ、欧州のプロレスを生で数多く観戦し、プロレスラーと独自のコネクションを築いた。国際プロレス解散後はプロレス評論家として、ベースボールマガジン社や、 宝島社の観光物を舞台に活躍、プロレス史の研究についての業界第一人者となる。またコネクションの豊富さから、プロレス団体の運営に携わることあり、UWF インターナショナルとは特に深い関係を持ち、同団体の内情を綴った記事も多い。晩年のルーテーズの側近としても有名。近年では、神奈川県横浜市港湾局、 にぎわい振興課担当課長として、公務員をやりながら、週刊プロレス、東京スポーツに連載を持つほか、国際プロレスの DVD 監修を行い、2008年に第1回が行われた、プロレス知識力認定試験プロレス王の総合監修者となっている。2012年から放送開始された、BS-11、スーパーファイティングイグフの解説も務める。 2019年4月には NHK ミト放送局のサタデー FM バユルに出演し、同じプロレスマニアである広瀬康弘アナウンサーとプロレス関連のトークを繰り広げた。日本プロレス事件史、ボリューム10、P4P6。日本プロレス事件史、ボリューム2、P50AB、忘れ字の国際プロレス。 p93https コロンスラッシュスラッシュ hamarepo.com スラッシュストーリー .php ページナンバーワンストーリー ID コール246東京12チャンネル時代の国際プロレス P296 ありがとうございます